テレビやラジオの受信障害の防止を呼びかけるキャンペーンが今日奈良市内で行われました。これは10月の受信環境クリーン月間に合わせ近畿受信環境クリーン協議会が実施したもので、近鉄奈良駅前でチラシなどを道行く人に配りました。テレビは地上デジタル放送への移行で受信環境は改善されたものの、それでも映りの不具合についての相談は相次いでいて、そのうち半数以上がアンテナ線の接続不良や機器の故障などが原因だったといいます。また昨年末から始まった 4K、8K 衛星放送をめぐっても、アンテナの接続不良による電波漏れで障害が起きることもあるので、コネクターの取り付けは確実にしてほしいと話しています。協議会では、電波の状態が悪い場合は、配線を確認した上で電気店などに相談するよう呼びかけています。